はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。来ましたね、特殊能力の効果アップ中ということで、女型の巨人兄が大から特大ということで、これはですねちょっとねワンチャンあるんじゃないのか。僕はですねまだアルミン11までしか倒していません。なので今日はですね12ワンチャンあるんじゃないのか。来ましたね、レベル12、HP99 万、えぐいです。普通にやったら無理です。さあ今日はですねこの特殊能力アップどれぐらい効果あるのか、アップ前とですねちょっと比較しながらやっていきたいなと思います。さあどれぐらい上がっているのか、やっぱり特大だからね、これはちょっとね楽しみですよ。さあ前回レベル11の時には特殊能力ねアップ来ていませんでした。さあ僕のパーティーの場合はですねもう兄頼みです。さあざっくり打ち出しで比較すると 1.18 倍になっています。まあ2割アップっていうところでしょうか。まあだいたいいつもと同じぐらい、いつもよりね少し多めにアップしているのかなという気がします。まあ 1.18 倍までねいくことは珍しくて、だいたいいつもね 1.15 倍とかねそれぐらいなんで、今回はちょっといつもより多めということで、やっぱりコラボなのでちょっとねご祝儀相場というかね、運営もですねまあコラボ先に配慮して難易度ね調節してきたか。しかもさ、いつももっとさ最後の3日とかねそれぐらいなんですけども、今回はたっぷりとですね期間取ってね特殊能力アップ特大が来たんで、これはちょっとワンチャンあるんじゃないのか。というのもね、もともとの難易度がえぐすぎる、 HP99 万ってなんだよっていう話だし、しかも今回レベル12、まあ、12回まで倒さないとスキル2が解放できない、やっぱりスキル2が強力なんで、まあ、せっかくキャラゲットしたらやっぱりね12回倒したいところ。さあこれでダメージは11万ダメージ、持ってる少ねえな。まあいろいろ配置だとかねミッションによっても変わってきますけども、289ポイント。さあどんどん行きましょうか。今回はですね元気ドリンクがちょっと落ちやすいような気がします、いつもよりね。なのでまあちょっとね倒しやすい、そういう意味では攻略がね倒しやすい感じになってきている。なので兄さえあればなんとかなるかなと思います。まあ他のね特攻キャラもあると、まあ、楽って言えば楽なんだけども、やっぱり兄がね強すぎて他のキャラかすんじゃうよね。これ一撃でだって8万とかいくんで、他のキャラはいくら特攻持ちとはいえそこまでいかないんですよね。さあこれでもう打ち出しから違うよね、ミッションついて3万7000とかね、だから兄の半分ぐらいしかね他の Z のねランク Z の特攻はね出ません。15万ダメージ、ほぼほぼ兄のダメージ、そして289ポイントマックスです。なので今回はねだからガチャから兄をね引くか引かないかというかね、引けるか引けなかったかでこのおはじきに関するあの攻略はねだいぶ変わってくるかなと思います。でやっぱりおはじきを攻略しないと、まあ、その先にあるね最終決戦ちょっと無理なんだよね。だから封印ありきなのでやっぱり兄はね重要で、僕の場合はね、まあ、結構ね神引きに近い感じで兄がね引けたので今回のイベントはワンチャンありました。さあ結構ダメージ出ましたけども、これで12万5000、安定してね10万超えが狙っていきます。さあちょっとねランキングに食い込みたいねダメージランキングね、今回からですねおはじきのダメージランキングになるものがね来ました、来ましたね。さあミッションが来て配置に恵まれればワンチャンあります。さあこれはダメージが出る配置、いい感じじゃないの、一撃で179000、なんだこりゃ。そしてまたミッション来ましたね、しかもダメージが出る配置。さあこれは取っていきたい。さあどうなの、
おっと、5万8000来ましたね。なかなかいい感じじゃないですか。さあ、これで27万いきましたね。これはちょっと夢ありますね。289ポイント。さあ、これはおランキング1604位更新しました。さあ、残りが30万となってまいりました。ちょっと見えてきたね。元気ドリンクもね、いけそうです。ちょっと前半ね、お助けメインでね、元気ドリンク稼ぎやっておいて、ちょっと後半楽になってきました。さあ、フルパワーでこれは取っていく。やっぱり兄にミッションが来るか来ないかは本当にでかいです。一撃で10万超えです。幸いにもですね、今回ミッションがね、出やすいような気がします。いつもはですね、意地悪のごとくことごとく特攻にね、ミッション発生しないんですけども、今回は結構ね、出やすい。来ましたね、20万超え。20万超えが連発してくれればちょっと見えるよね。さあ、残りわずか5万7000となってきました。さあ、こっからは元気10でいきましょうか。10でいけるんじゃないかと思います。さあ、時間的にもですね、30分制限は結構余裕があります。やっぱりだから元気ドリンク節約してね、行くのであれば、この特殊能力特大をね、狙っていくのはね、いいんじゃないでしょうか。さあ、行きましたね。これで12倒すことができました。さあ、そして263ポイントさあ、経験値玉ゲットです。さあ、なんとか倒すことができました。さあ、 S の章、終尾の巨人エレン、いただきます。さあ、これでエレンのスキル2を解放します。デカプニを消すと自分の技ゲージが溜まる。これはいいんじゃないの。さあ、早速終尾の巨人エレンやっていきましょうか。さあ、地獄ムズ今ですね、頑張ってね、周回していますよ。さあ、こんなパーティーでやっていきます。さあ、このミカサとね、非常に相性がいいよね。ミカサのつなげてデカプニ作って、そのデカプニを消すとね、このエレンの技ゲージがたまるということで、なかなかね、技とスキルの連携はいい感じかなと思います。さあ、ワンフィーバーでいきましょうか。そしてデカプニ作る系のヤマタンあたりもね、組み合わせていくと技ゲージがいい感じで溜まってね、連発できると。さあ、必殺技打ちまくっていきます。こうキャラがほんと強いよね。そしてデカプニの技ゲージを奥貯めるからのヤマタン。デカプニ消すとね、かなり技ゲージ溜まるよね、エレンね。さあ、連発いきましたね。さあ、落ちてくれ、お宝付き。落ちませんね。結構ドロップ率ね、厳しいです。